風で倒壊しました。びっくりした。はい、おはようございます。ただいまの時間は9時41分ですね。っていうか温度計これ壊れちゃいましたね。外29度、中6度。中の気温は多分合ってるのかもしれないけど、さっきまで外気温40度とかなってたんですけど、早いなこれ壊れるの。さてチェックアウトが12時なので、ちょっと昨日の設営のことを考えるともう撤収しないと間に合わないかもしれないなって感じるんですけど、コーヒーくらい飲みたいよね。どうしよう、連泊しようかな。ちょっと雨が降ってるんでね、ちょっと撤収がめんどくさいんで今日やっぱり連泊していこうと思います。明日は午後から仕事なんですけど、まあ朝帰れば問題ないですね。ということでとりあえずコーヒーを入れて飲もうと思います。で今日キャンプに来たら飲もうと思ってた豆なんですけど、こちらの岩手県の北上市にあるカフェローボというカフェの豆です。今日はこちらの豆で、まああんまりホットコーヒーつうか、ホットコーヒーって俺全然飲まないんですけど、ちょっと冷やしてから飲もうかなと思います。ホットもちょっと飲むけど、今日は連泊するんでね、機器の充電とかあと灯油もないから、ね、一旦家に帰って灯油の付け足しくらいはしたいな。ここから家まで1時間半くらいなんでね、そんな遠くないんで、日中ずっとここにいてもやることもないから、買い出しついでに一旦家に帰ろうと思います。このケトル吹きこぼれるんですよね。蓋しないと結構大丈夫なの。いつもは水足しコーヒーばっか飲んでるんで、今日はドリップの急冷にして飲もうかなと。ファイヤー、見えますかね、こんな感じの豆でございます。はい、沸いたのでお湯を入れていこう。まだ蒸らしですね。抽出も終わったのでいただいていこうと思います。ちょっと濃いかもね、急冷するように濃く作ったんで。ではローブさんのコーヒー豆いただこうと思います。割と浅入りな感じですね。酸味が少し強いコーヒー豆ですね。深入りが好きなんでぶっちゃけ好みではないです。何でも飲みますけど、こんな感じか。なるほど、微妙な反応ですけど、これは急冷して後で飲もう。だいぶ氷溶けちゃったんですけど、これかな。さてと、まず一旦家に帰って灯油入れてこようかな。あとポータブル電源の充電も 60% 残ってるんで大丈夫だとは思うんですけど、あとランタン関係も充電しないとな。それで一旦家に帰ろうと思います。だな。サイトに戻ってきました。今日3組の方がおられますね。結構声が響きますな。さて今日はですね、これからバレンタインということでチョコレートパフェを作っていこうと思います。結構家でパフェ作ったりして食べるんですけど、ちゃんとパフェグラスもあるんですよ。じゃあ作っていきます。まずはチョコレートシロップを購入します。そしてチョコフレーク、そして31で
アイスを買ってきたので、それを使いたいと思います。カチカチに凍ってそうだな。お、カチカチや。カチカチ。凍りまくってる。手で持つしかないか。こんな感じ。見えるかな？ここか？ストロベリーなんとかっていう今月限定のやつと、バニーバニーバニラとかっていうバニラが3種類使われてるアイスにしました。よし、もうちょっとこのくらい、ちょっと暗くなってきた。はい、そしてこれをデコレーションしていきますね。生クリームです。生クリーム大好きなんですよね。こんな感じですかね。そしてバレンタインなのでサシャを追加して、最後にチョコレートを少々かけて完成でございます。はい、できました。美味しそう。でも多分まだ硬いから食べれなそう。カッチカチだ。ちょっともうちょっと時間置いてから食べようと思います。パフェ溶けるの待ってたら暗くなっちゃいました。このストロベリーのアイス美味しいですね。試食で食べさせてくれて美味しかったんで買いました。うん、うまい。さて、夜ご飯を作っていこうと思います。昨日の残りっすね。あとラーメンも買ったんで、後でお腹空いたらそれ食べようと思います。昨日の残りのローストビーフでホットサンドを作って食べようと思います。あとはシチューですな。まずパンを切りましょう。どうしようかな、どうしよう、こう斜めでいくか。ソースはこちらですね。カルディのスパイシーバーベキューソース、これをかけていこうと思います。はい、そしてこれにわさびを混ぜてですね。結構肉厚ですね。わっ、タレが。さてこいつを挟んで、挟まるかね。ちゃんと固まりました。焼いていきましょう。ほいよ。あとは焼いていくだけ。さてさて、はい、出来上がりました。熱そう。あちゃ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 。あと残りのシチューも、あちちちあちち。シチューもストーブで温めてたのでいい感じにできましたね。ではいただいていこうと思います。うまい。ポテトサラダとローストビーフと合いますね。シチューもこのままいただいていこうと思います。はい、明日の朝出やすいように使わないものは全部車に移動しました。それから焚き火タイムですな。今日はですね、この文化焚き付けを使って火をつけていきたいと思います。文化焚き付けって使ったことないんですけど、よく燃えるんですかね。1枚あればいいのかな。マッチでつくんですか、本当に。お、結構つく、ちゃんと。へえ。よいしょ。お、よく燃えるもんなんだな。へえ。なんか雨が降ってきたので、ちょっとテントの中に移動しました。焚き火がちょっと消えかけた。それにしてもよく降るな、雨予報じゃないのに。
雨が止んだのでこのスーパーで買った焼き鳥を焼いていこうと思います。よし、スーパーで買った焼き鳥もこうすると美味しいですね。今日も七色のやつやってます。結構いい色出てますね。さてさて、今日も露天風呂です。これだけで来る価値ありますよね。ここはいやマジすげえわ、この温泉。しかも広いんですよね。これ暗くなっちゃって見えないけど、だいぶ広い温泉ですよ。こんな感じ。あ、寒い寒い。じゃあ温まっていきますか。いやー、極楽極楽極楽ですわ。ずっと入っていたい。朝方にまた入ろうかな。あー、極楽や。はい、お風呂入ってゆっくりしました。いや、2日目はやっぱり設営がないからゆっくりできますな。詳しくコットのこと言ってなかったんですけど、今回はサマレストの Z ソルでしたっけ、これも敷いて寝てますね。まあ、コットにはだいたいみんなこれセットにして寝るみたいですけど、冷気を遮断してくれる役割もあって、あと電気毛布使ってるんでね、あったかいっすね。今日の気温は幕内、まあ、ストーブ切ったんですけど 3.2 度ですね。外が0度くらいか。昨日も0度だったし、0度はあんま寒くないっすね。マイナス10度くらいのキャンプしてみたいっすな。キャンプ2日目終了です。今12時過ぎくらいですけど寝ようと思います。今日は早寝だ。他にソロキャンの人が3組いるんですけど、皆さんまだ起きてますね。結構皆さん起きてるもんなんですな。なんかまた雨が降ってきた。ということで、おやすみなさいませ。おはようございます。風で倒壊しました。びっくりした。なんでペグが抜けたのか。抜けまくってるよペグ。そんな緩い。ああ、だいぶ。いや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 、こっからまた設営するのだる。ちょっと今日はこの撤収して帰ろうと思います。今夜の3時半ですけど、撤収してお風呂、ここのお風呂入って帰ろうかと思います。いやいや、ちょっとびっくりした。こんなん初めてなんですが。はい、どうも。いや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 、まさかの展開でしたわ。3時半くらいだったわな。そんなに風あった。まあ、かなりバタバタは言ってましたけどね。いやー、いきなりポール倒れてえって感じでしたね。何がダメだったんだろう。昨日は大丈夫だったけど、あー、ペグの固定がちょっとサンドペグじゃ弱いのかな。雪の中に埋める風にしてペグを立てた方がやっぱり安全なんですかね。まあ、ある程度物は片付けてたんでね、良かったですよ。あとね、ストーブつけてる時じゃなくて良かったですね。火事になってますよ、あれ。ストーブついてたら、まあ、全部今片付けて、ええ、いやー、まさかこんな最後になるとは思わなかったな。雪中キャンプ最後は倒壊で終わるというね。まあ、そういうことでどんなことで。あ、今日は1段目の露天風呂に入っております。こんな感じですね。ということで、温まってから帰ろうと思います。じゃ、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
最後は東海に終わった雪中キャンプでした。またねー。